はい、シャイングスヨーチューガナビラユンタンジャー出番ですよの時間となりました。時計の針は11時を回りまして、4月の19日火曜日、旧暦うちのあぐゆみでは3月の17日となりましてですね、はい、今日はちょっとね、こう太陽と、あ、それからこうなんか冷たさがこう戦っているような感じがするわけでありますけども、ちょっと肌寒い感じもしますね。朝方こう出勤してくるわけなんですけども、私ね、いつもそういう風に話をしますが、いつもね、今日は寒いかなとかね、朝出るとき思うわけなんですけどもね、最近はそういう寒さとかいうものあまり関わ思わなくなりましてね、あのむしろ明るくなったなというのをね、感じましたね。毎日こう朝ね、6時前にこう家を出るわけなんですけどもね、同じ時間に毎日出ていきますから、だんだんこう明るくなる。今日なんかヘッドライトつけてなかったですからね、そういう意味では本当にこう夏が近づいてるなという感じもいたします。皆さんのところではどういうものでね、夏を感じるんでしょうか。まあ、最近ではね、気象台の方からもユリを観測、開花を観測しましたよとかいうインフォメーションとかも入ってまいりました。まあ、これから夏に向けて、葉野菜ね、そしてまた花などがたくさんこう咲いてくるのではないかなと思ったりもいたしますね。今週末ファーマーズのオープンになります。はい、たくさん野菜を食べて元気になりましょう。はい、健康にもなりましょうね。ゆたしくおにぎりさびらという感じですけどもね。はい、というわけで、今日もですね、まあ、番組1時間ゲストを迎えてということで お付き合いさせていただきます。今日のゲストは、まあ、なかなか私の番組で、がっつりこう1時間出る、先日ですね、実はザンパ岬ロイヤルホテルの、支配人が、来ておりましてですね、そこで少しお話しさせていただきましたが、今日は新しいこの営業のスタッフの方をお迎えしてですね、1時間ザンパ岬ロイヤルホテル、これからの企画などをですね、伺いながら進めてまいりたいと思いますので、お付き合いください。お相手はラクソネットマハルです。さあ、お送りしていきますユンタンジャー出番ですよ。まずはじめに、先ほど11時発表のですね、沖縄気象台の天気予報をお伝えしましょう。本日は晴れ、まん丸く晴れマークがついてますね。はい、だし北西の風やや強くとありますのでね、お気をつけいただきたいと思います。明日もね、晴れということで、この何日か、晴れマークがついておりますが、週末にですね、まあ先日からお話しておりますが、土曜日だけ雨マークがついております。一時雨と入っておりますのでね、降水確率も 70% ということであります。土日がちょっとね、心配ではありますけどもね、お気をつけいただきたいと思います。まあ今、沖縄本島地方、この中南部は高気圧に覆われておおむね晴れておりますけども、まあ先ほどお話したように、この週末ちょっと雲がね、広がりやすく雨が降る恐れがありますということは、ちょっとね、雨降ってもらわないとね、やはりこうたまには、でも週末は避けてほしいな、そう思うのは私だけでしょうか。それから、最低気温もですね、ちょっと平年より低いということでありますので、どうかそこら辺もね、夜と日中の気温差がちょっとありますので、夜出かける際は、1枚羽織るものを持ってね、出かけてた方がいいかなと思いますので、お気をつけください。さあ、それではお送りしていきますユンタンジャー出番ですよ。今日もゲストを迎えて1時間お届けさせていただきます。早速ゲストをご紹介してまいりましょう。この方です。はい、沖縄残波岬ロイヤルホテル営業部の島吹と申します。はい、島吹さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、島吹さん、初めてですね FM 出演ということで、はい、洗礼を受けて、はい、ちょっと緊張してますね。いや、そうですか、はい、あ、いやいや、まあでもね、でも営業マンですから、そんな、なんか人と話すこととか、はい、どっか表に出るとか、そんなことで緊張はあんまりないでしょ。そうですね、うん、ただ、まあ、これまではずっとホテルの中で、うん、予約の部分で、受けの方の部分が大きかったので、はいはい、まあ、接客っていうのはずっとやってきましたけど、外に出て喋るっていうのが4月から初めてっていう部分がありまして、はい、いきなりじゃあ4月から人事でこう営業と外回りが多くなって、で、ね、はい、でFM 出演と。そうですね、しかも1時間とちょっと社長に助けていただきながら、はい、
宣伝させていただこうと思います。いえ、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。はい、さあ、先日もね、ちょっと先ほどちょっと冒頭にお話ししましたが、岩下社員がね、お見えになられていて、はい、もう残り3分、4分ぐらいでしたけどね。あ、そうですか。どうせ来てるんだから、ちょっと顔出してみたいな感じで、早速、スタジオに入っていただきましたが、はい、ユースさんからもありましたが、ハウノイの、企画もあるよということでね、そうですね、ちょこっとだけあの時話をしましたけれども、はい、詳しくはまた改めてということでね、今日の日になったわけなんですが、はい、今日またよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、なんか早速ですけども、はい、いきなりではありますが、こうちょっとあなたの話もちょっと聞きたいんだけど、ちょっと後回ししましょうね、はい、ラジオ聞いてる皆さん方にとっては 何の話なのみたいな世界だと思いますから、はい、ハーノイのこのマザースマイルデーということでね、はい、今回の企画がありますが、これのご紹介をしていただきましょう。はい、はい、かしこまりました。5月の7日ですね、土曜日に、特製ランチとお笑い演芸、あと癒しの歌声、はい、マザースマイルデーということで、楽しいトークと、はい、優しい歌声、心地よい笑顔の花を咲かせますというキャッチフレーズですね、はい、やりきます。はい、まあ、今回とても企画の内容もすごいこう満載で、はいはい、楽しいトークと優しい歌声ということで、はい、結構沖縄 の、はい、このパンフレットを見ますと、お笑い芸人、はい、ね、まあ、ザンパでおなじみのこうよっちゃんも、はい、来るみたいで、そうですね、夏のステージなんかでも司会やっていただいてやってますよね、いつもね、はい、シーサーを頭にかぶって、そうですね、はい、シーサーは本物ですかね。なんですかね、なんか大きいのいつも被ってますけど本物ですかね、はい、って言い方もおかしいけどね、うん、あ、よっちゃんとか、それから、このメンバーは今メインになってますけど、山城智さん、はい、最近は結構 ね、 そうですね、FEC のメンバーの中ではもうトップレベルで、はい、もういろんなテレビラジオに出演なされて、そうですね、うん、はい、出てますね。やっぱり結構こう若いちょっと何ていうんですか、30代40代のお母さん方にはちょっと受けがいいかなみたいな、はい、そうですね、はい、ただちょっとこのパンフレットが、うん、丸刈りの写真が載ってましてはいはいはい、別の方ハンサムっていうとこの、うん、お笑いの方、うん、しもしも建設ってテレビでよくやってる の方と間違えられるんですよ、皆さん。なる、あ、そうか、はい、似てるんですよ、ね、言われると、はい、テレビでね、ラジオ、はい、しも建設みたいなね、はい、あ、似てる似てる、似てますね、なるほどなるほど、ちょっとかぶってますねこれね、そうですね、はい、ちょっと写真が丸刈りになってるんで、この眼鏡とちょっとなるほどね、はい、あ、それと、もう一人はこうまーちゃん、まーちゃんですね、まーちゃんはあまり僕は知らないな、まだこっちに来たことないんじゃないか、お笑い米軍基地とかで、そうですね、うん、結構有名ではあるみたいですね、はい、FM 沖縄の方でも番組夜持ってたり、うんうん、するんですけども、まあちゃんってお笑い米軍基地っていうののこの脚本ですとか企画演出を、うんうん、ね、はい、舞台をやってるということで、これで注目を浴びてると、ね、あ、結構そういう意味ではまた本当に楽しい話題が聞かせるし、はい、彼らは大体こううちのネタだから、ね、結構身近な、ね、はい、ネタで、面白おかしく話してくれるので、はい、こういうトークショーの時には、結構、まあ、本土の方よりも親近感があり、はい、うん、あるあるこういうのみたいなね、ありますよね。そうですね、はい、それからちょっと見ますと、知念、何、知念脱進一郎、ね、はい、初めて聞くねこれ、知念田新一郎というのはね、そうですね、この方もあんまりこの名前が、うん、出てない部分は多いんですけどね、これからですかね、はい、あと、まあ、伊佐尾名護渋さんはこれは伊佐尾名護渋はね、はい、僕番組にも出てますよ、あ、そうですか、うん、FM にも来てもらいましたね、はい、何のだったかな、なんかジョブマッチングかなんかの取材の時にも彼来てまして、とても楽しい方でしたよ、はい、ドラム缶になんか入ってるんですよ、そうですね、ゴミ箱ですかね、はい、そドラム缶じゃない、はい、ブルーのね、はいはい、ポリの、そうそう、ポリ、はい、ポリバケツに入ってね、はいはいはい、そうそうそう、あ、面白いキャラクターだなと思いますけどね、はい、あ、そういうなんかこう FEC、ね、はい、関連のこうメンバーが集まって、はい、こう本当に笑顔の花を咲かすと、はい、日頃ね、家事で頑張ってるお母さん方に、そうですね、ちょっとたまにはこうお家忘れて、はい、もう我を忘れて楽しんでくれよという感じで、こういうマザースマイルで、まさしくそのタイトルにぴったしなお笑い演芸をね、皆さんに聞いていただいて楽しんでもらうということの企画でありますけどもね、それ以外にもなんかタイトルには優しい歌声っていうふうに入っておりますけども、うん、
でどういう方々が、はい、であの松田博和さんと、はい、松田忍さんというあの県内の民謡界でも活躍されているこの親子とですね、あと、まあ、あの新人なんですけど、ナッチーっていう、はいはい、女の子がいまして、なるほどなるほど、はい、最近はあの FM 沖縄の方でも、はい、あの35コーヒーの番組にも出たりしてて、少しあの出てきてますね。人気じゃ急上昇、はい、なんかね、あの大変心苦しい話ではあるんですけどね、あの私はこう FM みたいにやってるじゃないですか、はい、だからあんまりこういつもこう他のいつ何時も FM みたいをずっと聞いてるわけですよ、はい、車であろうが、はい、夜も目が覚めてもラジオが鳴ってるような状態なの で、はいでね、あのほらなんかね事故があったら困るもんですから、はいはい、もうなかなか他局を聞かないわけですよ、なるほどなるほど、そうだからね、こう他のところで何がこう流行ってて誰が有名になってるとかね、はい、あまり聞かなくて、こういう話を聞くとかなり新鮮ですね。あ、なるほど、うん、なるほど、あこういう方々がラジオね、先ほどのあのまーちゃんとかもね、そうですね、ああ聞いたことある聞いたことあるって思うんだけどもね、はい、なかなかこうがっつりお話ができなくて申し訳ないんですけども、でも今回こういうふうにあの松田広和さんとかね、しのぶさんとか、はい、ね、まあ、民謡界では有名な方々が来ていただいて、はい、お母さん方にこう癒しの音楽をお届けしていただくと、はい、ね、いうことがありますので、5月7日の土曜日、7日土曜日ですね、ハヌイ企画ということで、はい、マザースマイルデーっていうのがね、はい、開催されます。今回は、お時間と場所をちょっと伺いたいんですけれども、はい、うん、11時受付になってまして、はいはいはい、お食事がまず11時半から、これはバイキングですね、はいはい、ビュッフェ形式で行いまして、うんうん、でショーの方が、13時15分から、なるほど、だいたい約90分間ですね。はいはいはい、で会場があの去年の10月にオープンしたばかりの、新しいホール、プレシャスホール、そちらの方で来ました、はい、プレシャス思いっきり使ってきますね、はい、そうですね、これも今一番売りたい商品でありますので、ね、はい、まあ、こういう時にその地元の方々とかに来ていただくと、はい、そうですね、ある意味ちょっとあれよね、あの営業的に OK よね、 OK ですね、まあ、あの分からない方はまだいらっしゃると思いますんで、ね、もう入ってきてこんなすごいホールなのって思っていただけると、ありがとうございます、あそこでニービッチしたらとかね、はい、そういうの青年祝いとかですね、青年祝いとかね、はい、そうそう、私も何度かねあのお邪魔させていただきましたけど、ありがとうございます、たくさんのあれもう何百、500名超えるでしょ、あれ600名まで、はい、あの座った形で対応できます、ね、しかもそれだけフルシートやる満席で置いても、はい、あのびっくりしたのは席と席の間、そうですね、間隔が少しまだゆとりあります、ゆとりあるよね、はい、今までのちょっとこいつは失礼ですけど本当にこの500名ぐらいの規模になってくると、これまであったあの2階のロイヤルホール、はい、ホール、ロイヤルホール、はい、うん、あそこではちょっと狭い感じがするよね、若干しますね、若干ね、はい、若干だよ、はい、うん、するんだけどちょっとこう後ろにこう人がいたらどうしようかなって思って席を引いてしまったりするところってあるんだけど、はい、プレシャスホールでは全くないね、ないですね、しかもロイヤルホールよりも死に多い600名ぐらいいるのに、はい、まあ、あとサービスの方の目線でいくと、うん、あのサービスまだしやすい動線があるということで、あ、はい、スタッフから料理を運んだりすると、はい、なるほど、そういう意味ではスタッフ的にもちょっとストレスがなく、そうですね、スムーズにそのサービスができるっていうのは、はい、自然に笑顔もできるしね、はい、ちょっとテンパらなくて済むみたいなね、そうですね、なるほどね、さあ今回はこのプレシャスホールデーということでこの機会にぜひね足を運んでいただきたいと思いますが、はい、料金の方ははい、大人お一人様5500円、うん、はい、小学生がお一人様2500円と税込みでやっておりますので、はいはいはい、よろしくお願いいたします。ぜひ、お父さんは仕事行かせてて、はい、お母さんと子供2人で行って1万円で終わるとみたいな、そうですねそれぐらいの感覚で、はい、ぜひあのおじいちゃんおばあちゃんも連れて、はい、そうですね、お越しいただければ家族でね、はいはい、ぜひねこういう機会にあのプレシャスホール足を運んでいただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いしたいと思います。よろしくお願いします。ね、特製ランチビュッフェとお笑い演芸、それさらに癒しのお互いがセットになっているという感じであります、はい、5月の7日土曜日、はい、午前11時受付開始です。どうぞお楽しみいただきたいと思います。よろしくお願いします。それではコマーシャルをお届けします。
はい、お送りしておりますユンタンジャ出番ですよ。今日は残波岬、沖縄残波岬ロイヤルホテル、もう1時間がっつり特番レベルでお届けさせていただいておりますけどね、来ていただいておりますのは沖縄残波岬ロイヤルホテル営業部営業課、島袋さん来ていただいております。今日はありがとうございます。はい、もうちょっと落ち着いた、若干落ち着いた。もう超なんかガチガチにいいかと思ってますけど、ちょっとあのカメラ目線で一つ笑顔も振るね、てあげてください。よろしくお願いします。ね、先ほどはね、5月7日のマザースマイルデーということでありまして、はい、お一人様大人5,500円、はい、小学生お一人様2,500円ということでね、はい、このお昼と、このランチビュッフェとね、はい、それから、お笑い演芸、さらに癒しの歌声ということで、たくさんの方々がゲストをお見えになられてですね、楽しいひとときを90分間のステージをですね皆様にお届けするということでありますのでね、はい、ぜひ5月の7日土曜日、ね、詳しくは沖縄残波岬ロイヤルホテルの方までよろしくお願いをしたいと思います。これ電話番号とかは今言っといた方がいいんじゃない。はい、ね、お問い合わせがですね、うん、098-958-5000番ですね、はい、営業課の方までお問い合わせくださいませ、よろしくお願いいたします。営業課、はい、島奥さんまで、できれば島袋まで、はい、よろしくお願いします。できればじゃなくて必ず島奥さんまでお願いしますね。はい、ね、せっかく来ていただいてますのでね、よろしくお願いしたいと思います。はい、さあそれから、まあ、いろいろとね、もう沖縄残波岬ロイヤルホテルっていうのはもうとにかく宿泊であれ、まあ、レストランであれみたいな企画ものである、もちろんその、ウェディングとか、はい、それから最近ではこうビーチ関係ね、マリン関係とかもいろいろとこう本当にあれだけの所帯ですから、いろんな情報満載なわけでありますが、はい、今日はちょっとその中でちょっとチョイスしていただいて、島袋チョイスでちょっとね情報をお届けしていきたいと思います、はい、まあ、全てをね、はい、お話しするにはもう3時間ぐらいないと多分できないと思うので、今日は1時間なんでちょっとかいつまんでお願いしたいなと思いますけども、はい、まず次のおすすめは島袋さんから、うん、はい、これ昨日の4月18日から、はい、あの開始しておりますが、レストラングルメディナーというチケットを、販売をさせていただいてます、はいはいはい、こちらが6月の30日までのご利用になるんですが、なるほど、5レストランのシェフが自信を持っておすすめするプレミアムディナーということで、はい、5つのレストランというと、はい、まず、うん、バーベキュー、バーベキュー、はい、洋食バイキング、中国料理、うん、日本料理、あとフレンチの5カ所です、ね、なるほど、はい、本当に多彩なメニューで、そうですね、それをじゃあ、あ、じゃあ例えばあの5月7日にさっきマザースマイルデーに、はい、この日はちょっと行けないなと、仕事でお母さん仕事でデビューもみたいな方には、はい、このグルメチケットみたいなものをそうですねプレゼントするっていうのも OK だね。でその期間中でしたらご利用いただけます、ね、うん、もうその代わり山城友次の管理お母さん俺が笑わすよみたいなね、お母ちゃん私が歌うよみたいな感じで、はい、そんな思いでもねあっていいかなと思いますけど、そうですね、これは、3500円で、はい、じゃあどのレストランに行かれてもいいと、はい、3500円で5レストラン、うん、あのご利用いただけます、どちらでも、はい、じゃあお母さんは食が好きな方の場合は食の、お名前何でしたっけ、和食はあの花ういってですね、はい、あ怒られてうちで、ね、はい、嫁さんに、うん、花ういね、はい、はい、花ういとかね、はい、それからフレンチのラファール、フレンチのラファールね、はい、で中国料理の流水、うん、おそうそうそう、あと洋食バイキングのコローネ、うん、はい、あとバーベキューのロイヤルパーム、はい、この5つのレストランですね、です、はい、もうこれだけお付き合いしておきながら5つのレストランの名前言えないっていうのは悲しいわけですけど私も大変申し訳ありません、はいはい、さあでもあの今回のこのグルメチケットね、はい、6月まで使えるということですから、本当にこうね、ハーヌイに限らず、はい、またこの後ねいろいろこう父の日などありますから、そうですね、そういう時にも使えるしね、はい、まとめて買っていただければいいなと、そうですね、6月30日までご利用いただけますので、ね、はい、ぜひ、そういう使い方もね可能ですよ、はい、ぜひなかなかこう照れくさくてね、ちょっとなんか、はい、お花見おめでとうとか言えないね、はい、そういう時にこういうチケットを買っていただいて、はい、そうですね、ちょっとテーブルの上に置いておいて、はい、置ければそれだけでもね、はい、十分ですよね、そうですね、うん、はい、気持ちは伝わると思いますのでね、はい、さあこの、ちょっとメニューの中で5つのレストランということでしたけれども、はい、ちょっとあの 1,2 箇所ぐらいちょっとご紹介していただけませんか、はい、はい、でまず5箇所の中で、うん、あの中国料理の方が、まずオーダーバイキングということで、流水の方では3、オーダーバイキング、はい、37種類のメニューの中から、はい、あのお好きなものを、うん、もうお時間の中でお好きなだけということで、はい、あ、はい、なるほど、じゃあこれは例えば
エビチリが食べたいなと思ったら、はい、エビチリ注文したら食べれる。そうですね、エビチリも料金に関わらず、はい、ございますし、あとエビのオーロラソースっていうのもありますし、あとエクソジャン炒めとかですね、エビの美味しそう、はい、あとまあもちろんスープもコーンスープ、うん、キノコのスープ、ちょっと激辛のスープですとか、はい、あ、いろんな種類があって、はい、それの中から選べるんだ、はい、そうですね。おほ、あとちゃんとデザートもありますので。なるほど、はい、あ、じゃあ普通バイキングっていうのはこうあのたくさんと並べられてるものから自分で取りに行く、はい、っていうのが普通のバイキングですよ ね、 すね、よくあの、はい、コローネの方でやってるとかはそんなもんだけど、そ う、ね、はい、そうじゃない今回の場合は、はい、その今回のその流水の方の中華料理は、はい、オーダーバイキング、そうですね、食べたいものを注文して召し上がっていただいてる間にまた選んでいただいてこう注文していただくすごい、はい、ちょっと待ってください。じゃあこう家族で 4,5 名で行って、はい、で好きなものをその都度その都度注文して食べれると、ね、はい、なんか贅沢ですね。楽しいですよ、楽しいですよね、はい、これは楽しい。何注文してもいいよってね、はい、あは金に糸目はつけんよみたいななるほど。ちょっとこうあの父の日ぐらいにお父さんが家族を連れて、ね、はい、あ好きなの食べなさいみたいなね、はい、お金に関係ないよみたいな、がっつりいけますんで、はい、こちらもおすすめですね。なるほど、はい、これまたちょっと変わったね、はい、あのメニューになります ね、 すね、オーダーバイキングということで、はいはい、それ以外には、はい、あと日本料理アナウイの方では、うん、あの大サザエのつぼ焼きをメインにした、え、はい、大サザエっていうのは大体どれくらいあるんですか。どれくらいですかね、これ10センチぐらいありますかね、うん、まだ本物見たことないんですけど実は、はい、でも、うん、大サザエっていう名前がつくぐらいですから、はい、なかなかサザエっていうのほらあの、ね、食べる機会がないですから。そうですね、大サザエっていうのも多分拳ぐらい余るぐらいの多分大きさはこの皿の大きさからするとね、はい、そんな感じがするんですけども、はい、これがメインになって、メインになってまして、つぼ焼きで、はい、あとまあ富山漁港で取れたお魚のお作りですとか、来ました地産地消、はい、あとラフティーとかですね、しっかりと、はい、そういったのをお出ししながら出していくという、あのしっかりしたあの和食解析のコースになってますので、日本料理っぽく持って、はい、解析料理っぽく持ってきながらも、はい、その琉球料理としてのそのラフティーや沖縄の食材、読谷、ね、の食材を使って、はい、やってるということで、はい、でもその結構いい解析関係にすると3500円って言うとお得ですね。そうですね、だいぶ、ね、あのお得になってます。普通、まあ、ちょっと僕もなかなかそれだけの高いのあまり食べられませんが、はい、まあ、たまに残波岬ロイヤルホテルに行って食事をすると、はい、まあ、4000以上ですね。すごいね、はい、ありがとうございます、僕は言いにくい話を、はい、そうなんですよね、はい、結構それぐらいするんですよ。5000円近くなってしまうんですが、今回3500円で、ね、いただけるとお得ですね。はあ、はい、なるほどね。まあ、それ以外にもちょっと簡単にあのレストラン、はい、ラファールの方ではあとやっぱりこうフランス、はい、フレンチのスカイレストランラファールの方では、スカイレストラン、はい、あの地元食材をアレンジしまして、シェフが創作料理を、はいはいはい、あのコースで出させていただきます、うん、はい、あとはあと、洋食のビュッフェの、うん、レストランコローネの方では、はい、あの洋食ビュッフェ、通常のメニューをやってるんですけども、そちらにプラス生ビールですとかあのソフトドリンクがこれプラス飲み放題がついております。ちょっと待ってください。そしたら、あれ確か2890円なんですけども、ね、3000弱ぐらいでしたよね、はい、そうですね。それに飲み放題がついてるということ。そうですね、それで3500円っていうのは僕もお得かなと思います。ビール2杯飲んだらクリア、もう1杯でもっと取れるんじゃないかこれですね、まあ、ちょっと貧乏人的な考えになるとすぐそういうふうな計算をするんですけどはい、はい、でもあれですね、本当ちょっと仲間内で行ったりすると、はい、パフェだから本当に好きなものをね、そうですね、いただけるし、はい、そんな中飲み放題とかなると、はい、子供たち連れていくと夏絶対ここの方がまだ逆にいいですね。そうですね、選べる楽しさもあります、うんうん、はい、あのそうがっつりこの、まあ、あこれいいなこれ なぜかというとあのそのスタイルによってレストランが選べるっていいね、そうですね、あのモアイでも行けますし、ああのそうそうそう、ちょっと身内の食事会でもできますし、ね、はい、あの子供たちが多いようなその場合のグループだったら、うん、コローネを選んだり、そうですね、で逆にそのちょっと、お父さんとお母さん2人で行っておいでみたいな時はフレンチで、はい、こうラファールとかで、そうですね、スカイレストランとかなかなか上に上がれないしね、そうですね、高いというイメージが、いやいやいや、あのイメージだけだと思いますんで、あのもっとお気軽に利用いただければとありがとうございます、はい、この機会にぜひね、はい、あの3500円のグルメチケットで、はいはい、ラファールの方に回しを運んでいただきたい。あと1箇所、あと5箇所ですか、あと1箇所どこか、あとはあの、うん、バーベキューレストランロイヤルパームというのがありまして、そちらでは県産和牛ですとか、パイナップル豚、はい、45種類全部食べ放題というのがあります。こちらご自分でお選びいただいたものをお取りいただいて、ご自分で焼いていただくというスタイルになってますね。おー、はい、
またそれぞれ各レストランみんな形容が違いますね。そうですね、45品はい、はあ、まあ、お肉好きな方はこちらもおすすめですね。45品食べ比べてみたいですね。そうですね、いろいろありますんでぜひ足を運んでいただければ。すごい、あれちょっと待って、ロイヤルパームっていうのは場所どこでした？正面入りまして、うんうん、入って水槽の裏手の方からまっすぐ行くと突き当たりにあります、うん、あ、そう、はい、あーそうかそうか、向こうがロイヤルパームか。そうです、ね、なるほど、バーベキューレストランロイヤルパーム、レストラン食べ放題、レストランじゃない45品、はい、全て食べ放題ということで。そうですね、はあ、これあのちょっとあのげつな言い方ですけど、こう時間っていうのは制限があるわけですか？もちろんあのこちらのお時間、営業時間っていうのが18時から21時までになっておりますので、うん、ああ、いや、その間で食べ始めから2時間とか1時間半とか、いや特にないです、はい、じゃあ6時に入ったら3時間ということ、はい、6時に入ってしまえばですけどね、はい、ああなるほどね、あいいですね、はい、うん、時間制限はこの営業時間のみということであります。通常みたいに1時間30分ですよ、はい、90分食べ放題ですよというものではないんだ、うん、ないですね、はい、あれは結構ね苦しいですよ時間考えますから我々庶民はそうですね、こういうふうにこうリラックスしてね、はい、ゆっくりこう楽しみながら食事をとっていただける、なんか残波岬ロイヤルホテルっていうリッチさをちょっとね、はい、体感できるというか、お気軽にご利用いただければと思いますんで、ちょっとね島木さん、はい、やっぱりこうあれだね、こううちなんちだからこう我々の気持ちを知ってますね、いかにこうお気軽にという言葉を何度か使いますけどもね、はい、まあ、そうしてほしいですよね、はい、本当にこうせっかく地元にありますからね。そうですね、うん、あのちょっとコーヒー飲みながらでも結構ですし、うん、売店の方で何かお買い求めいただくっていうのも結構ですし、うん、何も利用されなくてもちょっと足を運んでいただくのが、はい、ちょっとね、なんていうの、普段こうモアイとかね居酒屋とかでやってると思いますけど、1年に1回ぐらいはどうぞこの時期にね、そうですね、父ちゃん母ちゃんのモアイグループをちょっと、はい、立夏ホテルに人事だとかね、はい、バーベキュー食べ放題入れろとかね、たまにはちょっと違う形でやっていただけると、モアイの居酒屋もいいんですけどね、ほんとほんと、たまにはそういうのね機会で、うん、これが6月30日までということありますのでね、はい、レストラングルメディーナ、はい、ぜひ、このチケットをお求めいただきたいと思います、はい、グルメチケットは3500円と3500円で案内してますので、はい、これも残波岬ロイヤルホテル、下黒さんが売って、下黒さんが売ってますからね、売ってますね、定休日もありますんでちょっとその辺はまたご案内させていただきます、はい、さあお送りしておりますユンタンジャ出番ですよ、今日はねもう情報満載でございまして、もう超嬉しいですね。ちょっと今、CM 中にいろいろこう疑問点を島奥さんにこう投げかけてたわけなんですけど、はい、この先ほどのグルメチケット、これサービス料込み税込みなんですね。税込みで3500円ですね。
はあ、はい、僕はあのそこら辺別かな、込みじゃないかなとかいろいろ悩んでたんですけど、はい、えこれ込みだったらめちゃくちゃお得ですよ。お得ですよ。これはホテルとかの食事代となるとやっぱりこうサービス料税金が別っていうのが普通頭にありますから、はい、例えば3500円のメニューって見ても、はい、手芸用4000円ぐらいはこう心持ち考えるじゃないですか。うん、でもこのグルメチケットの場合だったらもう3500円1枚でいいわけですからね。はい、そうです。それ考えると先ほどのこのコローネとかでも、まあ、こいちゃなんか変な言い方ですけど2800円の、はい、その2890円の、まあ、バイキングに、まあ、飲み物もついてるんで3500円っていうのはかなりお得です、ね、さっき島岡さん生ビールの話してましたけど、はい、ソフトドリンク一杯取ったって元取れるじゃないですか。そうですね。これお得だな。しかもまた、ね、ラファールとかでもね、はい、このスカイレストランの方で食事なんてなると、はい、もう定義5、6000円って考えるし。そうですね。今のリーズナブルな価格はもう4000円台からありますけども、はい、そういう意味では税差込みの、はい、この3500円のね、はい、グルメディナーぜひね、皆さんあのご堪能いただきたいなというふうに思います。はい、よろしくお願いいたします。はい、もう一度申し上げます。お問い合わせは 098-958-5000番、958-5000番営業課の島福までよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。島福をよろしくお願いします。よろしくお願いします選挙みたいになってますねというわけで、はい、ありがとうございます。それともう一つあのちょっとこの前あの岩下社員が、はい、あの実はあの宿泊のね、はい、ゴーゴー残波を、はい、まだやってますよという話をされてました。はい、はい、ちょっと延長されてるということもありましたので、ちょっと宿泊関係も、はい、せっかくホテルですから、はい、ちょっとこう震災とかでね、なんか宿泊今日も新聞載ってますけど、はい、3月の観光入客ももう 19.9% ダウンというようなことでね、はい、出ておりまして、はい、ちょっとなんか言いにくいんですけど、もしもくさんちょっとこういう時期だからこそやっぱり地元でね、そうですね、ちょっと営業を強化して、はい、ちょっと地元の方々にちょっと宿泊していただいて、そうですね、ちょっと週末は千葉岬ロイヤルホテルでみたいな、はい、そんななんかプランをぜひ、はい、うん、こちらの日頃のご愛顧に感謝を込めて、はい、ということで、あの3月からやってたんですけども、まあ、公表につき期間延長ということで4月の28まで、はい、地元限定スペシャルプラン、まあ、あのゴーゴー残波ステイプランということで、はい、ね、あの残波に行こうという、もうそのまんまですね。毎年こう2月3月のこのオフシーズンに狙ってね、はい、もちろんそれは県内どこのホテルも同じようなことをされてますけど、はい、私たちの残波岬ロイヤルホテルも、その地元プランというやっておりましたが、はい、まあ、今回、それを延長してね、はい、やっていただけるということで、はい、ぜひ皆さん、ね、グループでご活用いただければと思います。はい、はい、これは、ゴーゴー残波は、はい、ちょっと 見ましたらそうですね、1泊2食で、まあ、レストランはあのビュッフェのバイキングのスタイルのレストランの方で、はい、あの限定をされてるんですけども、うん、5538円と1人当たりですね。これね、ちょっと言いにくい話ですけど、はい、またもや先ほどのグルメチケット3500円、そうですね、ね、食事だけでもちろんいいですよ、あれもいいんだけど、はい、泊まれるんだったらあと2038円と、そうそうそう、泊まれて食事もできますと。これ本当にすごい、はい、ぜひね、これちょっとあのでもちょっと平日はね、まあいいんでしょうけれども、ちょっと週末とかは、はい、ちょっと料金が若干ね、週末でもこの料金でさせていただきます。マジですか。はい、28日まではですね、うん、4月のこと、今月の、はい、あ、すごい、じゃあ今週末でも行けますよ、OK、はい、空いてます、空いてます、午後散歩でたくさんいます、空いてます空いてます、はい、ぜひあのラジオ機の皆さん、はい、ぜひね、もうこれ機会に一泊二食ですからね、はい、ゴーゴー残波、ちょっとあの別、私あのちょっとあの新聞とかでね、はい、ちょっと他のホテルのもの見たんですよ、あ、はいはい、残波安かったじゃないですか、はい、主役さん、ちょっとね、僕はちょっと気になりながら、はい、他のところどんなのかなと思ったらね、6以上とかね、そうですね、なってるところ、ただ、まあ、これからみんなゴールデンウィークもありますし、あ、まあ、はいはいはい、いろいろ皆さん値段を考えて、てくる、はい、もう地元のお客様を、ね、あのどうやってお泊まりいただこうかそうだよ、ね、はい、考えながらやってますんで、はい、ね、
今こうやって話してる時にもですね、はい、向こうから沖縄残波岬ロイヤルホテルのバスが行きましたね、2台行きましたね、今ね、今日はあのチェックアウト の, あの社交ダンスサークルさん の団体ですね、はい、あ、こういうやっぱり地元のお客さんとか、はい、お泊まりになられるのもいい場所ですよね、はい、南部方面から、まあ、読谷から泊まるとなるとあれですけど、南部の皆さん方を一緒に読んでね、はい、一緒に泊まるという、はい、やっぱりよくなんかトゥヤンチが残波岬ロイヤルホテルに泊まるって言ったら、はい、ちょっと誰のが岩戸さと思われる可能性もあるけど、いえいえいえ、そんなことないです、はい、なんかこう南部の人とかを、はい、那覇の人友達を誘って一緒に泊まるとなったらね、はい、まあ、堂々と、はい、シャクさん泊まりに来たよみたいな感じで言えるしね、もう近くでも堂々と来ていただいて構いませんので、もう逆にはもうウェルカムでございます本当ね、はい、ナクソニが泊まりに行ったらなんでトゥヤンチが泊まりに来てるかと思わない、先日もあの、うん、区長さん方、3人4人ほど、一緒に泊まりに来ていただいてますので、嬉しいですね、はい、波平の区長さんですとか、はい、あ、本当ね、大丈夫、行ってて、大丈夫ですよ、はい、この間お話しされてて嬉しいね、はい、あ、やっぱ地元の方はやっぱこう例えば区長さんなんかでも泊まっていただくと、はい、残波こんなだったよ、はい、食事こんなだったよってやっぱ言ってくれるからね、やっぱこう口コミとかは地元の方々はやっぱり強いですからね、大事ですね、信頼し合ってるじゃないですか、はい、僕もこの母の日のプラン等を、うんうん、まあ、今月から回らせていただいている中で、やっぱりまずは地元からということで、ね、村内の各技の公民館、はいはいはい、回らせていただいてますね、はい、まあ、あと企業とかもね、はい、やっぱたくさん、まあ、読谷村にはもう 4,500 あるわけですからね、そういうところにやっぱりお声掛けするだけでもかなりの営業にはなると思いますけどね、はい、そうですね、はい、まあ、でも今回のねこの一泊二食の55残波ステイプラン、はい、はい、ゴールデンウィークはもうね、ゴールデンウィークは高いからね、はい、この料金ではご案内できないんですが、ゴールデンウィークとかも本当にもう2万とか1万とか、はい、そうですね、なんかたくさん泊まっても高いさ、はい、当初はだいぶ高かったんですけども、今はもう地元向けのですねゴールデンウィークの地元料金というのがまた、はい、出てまいりましたんで、さあすごい早いですね、はい、もうこれはもうぜひ皆さんゴールデンウィークも残波岬へということで、この某 JTB のですね、はい、今日新聞載ってましたよね、はい、なかなかこうゴールデンウィークに旅行客が少ないということでね、はい、そんな話が出ておりましたが、はい、ゴールデンウィークだからこそこうやっぱりこう経済をね潤わせていただきたいですよね、はい、そうですね、やっぱり被災された方々も大変だと思うんですけども、やっぱり皆さんでこういろいろ経済を、ね、活性化させるためには、うん、利用していただきたいっていうのもありますし、そう、日本を一つっていうふうに見たならば、はい、東北がダメだったら今、はい、沖縄が経済を盛り上げてね、はい、もう活性化をどん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 図っていって経済をもうやっぱり牽引していくぐらいの思いでね、はい、どんどん沖縄に来てくださいと、はい、でそこでやっぱりしっかりと経済をね一本の柱としてね、沖縄が持ってほしいですよ ね、 そ う、 ですね、そういう意味ではやっぱり地元の方々も含めて、はい、ね、本土にいるルシンちゃんも声かけてぜひ残波岬ロイヤルホテルにゴールデンウィークは、はい、下奥さんが安いプランを今から発表しますので、はい、聞いてください、はい、ゴールデンウィークですね4月の29日から、はい、5月の5日まで、はいはい、こちらも、一泊夕食、朝食付きの料金ですね、はい、お一人様、4名室で6000円からご案内します。お一人当たり6000円からですね、はいはい、で一番高いところは5月の3日で、うん、2名室でご利用の場合に、うん、お一人当たり1泊2食 で、 1泊2食で税込みで1万円、え、高いところで1万円ですね。高いところで5月3日が一番ピークですよね、今年はね、はい、そうですね、うん、はい、3日の日で1万円1万円です、ね、ツインで、はい、で3日でも4名室でご利用の場合にはお一人当たり7500円、あ、1泊2食でさっき の、 ゴーゴーダンプとちょっと足していただいたマジで、はい、もうそれでご案内させていただいてます。ちょっとヤンバルにいるおじさんおばさんなんか呼んで宿泊させた方がいいかもしれませんね。そうですね、もう皆さんで一緒に離島の人たちとかもね、いいですね、あ、はい、沖縄残波岬ロイヤルホテルにぜひね宿泊いただきたいと思います、はい、じゃあ、まあ、ピークの3日で、はい、その
フォースで7400円して7500円、はい、ツインでも、1万円ということです、はい、しかもこれ1泊2食付きですか。1泊2食ですね。ちょっと一頃では考えられないですね。そうですね、もう他社のホテルさんもどんどんいい料金出してきてますんで。なるほど。もうこれだけレストランもね、たくさんあるホテルで、しかも目の前には、ね、ビーチもあるわけですから、はいね、後ほどまたビーチの話もしたいんですけど、ね、ちょっとその前にですね、はい、3日がこれだけの料金ですから、同じゴールデン期間中で、はい、ちょっと他の日はどうなってます。そうですね、4月の29日、うん、4月の30日、はい、5月の2日これ金土日ありますよね、はい、であと5月の4日については、うんうん、4名室ですとお一人当たり6500円。はいはい、でまあ、もう1000円ぐらいのレベルになってきましたね、ね、先ほどの豪華残飯から、はい、これも1泊2食ですよね。1泊2食ですね。で一番安いところで先ほどご案内しました5月の1日、そちら5月の5日、うん、こちらが、4名様ご利用の場合に1人当たり6000円からご案内してます、うん、来ました。なるほど、すごい。もう豪華残飯にだいぶ近くなってきました ね, ましたね、はい、はあ、もうじゃあ本当にさ泊まらなきゃ損だねこれ。そうですね、もうちょっとリッチな気分をね、はい、だってこう我々男の人からするとですよ、はい、ちょっと飲みに行ったらですよ、5000円は出るさ、すぐ使えますね、確実にね、はい、それが一泊二食で、はあ、これぜひこうこれからねその、はい、ファミリーでそうですね、ハーフヌイの話もね、一番最初にこのマザースマイルデーの企画の話をされておりましたけれども、はい、ゴールデンウィーク子どもの日、ね、はい、子どもたちと一緒にちょっとね、ヤマトに旅行はちょっと行けないけど、はい、ホテルに泊まって、はい、ちょっとリッチな気分を、そうですね、ね、しかもこうホテル内もねレストランも5つもありますし、はい、カラオケボックスとかもね、はい、ありますから、はい、こんな機会に父ちゃん母ちゃんも酒飲んでもいいし、そうです ね家族であのカラオケ子供たち連れて行くっていうのもいいですね、はい、いいですね、あ、はい、車の心配もしないでいいし、大工大考えたらめちゃくちゃ安いし、安いですね、翌日ね、はい、朝食も取る、朝食食べてお母さんも喜んで、はい、ご飯も作らないし片付けもしなくていいし、はい、そうですね、あ、なるほど、たまには楽しましょうねえ、はい、そうそうそう、ゴールデンウィークそういう機会にね、はい、していただきたいなというふうに思いますね、はい、あ、でもこの料金、これホームページとかでも、今掲載されてます。まだ載せてない、ホームページには載ってないです、地元限定ですのでそうか、はい、ホームページだと本土から来られる方が、そうですね、はい、これ一応ネット放送してますけど、はいはい、大丈夫ですよ、いいか、はい、大丈夫です、あ、でも地元限定のプランということでね、はい、そこら辺は一つ、本土の皆さん方ご了承いただいてですね、はいはい、地元の皆さん方に、まあ、日頃の、はい、ね、感謝を込めてということでありますのでね、はい、ご理解をいただきたいと思います、はい、お願いします。日頃からね、いろんな企画もありますし、そういうお世話になってますから、はい、ぜひ、そういう意味では、今回の、ハーヌイプラン、5月7日のマザースマイルデー、はい、それから、ゴーゴーザンパー、ステイプラン、はい、ね、ね、先ほどありました、グルメチケット。グルメチケット。はい、この3つだけでも今日、がっつり話せましたね。話せましたね。しかも関連あるし。ね、なりますね、はあ、いいですね、2000円足して、はい、志野さん、はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。電話番号もう一度お願いします。はい、お電話番号が 098-958-5000 番、営業課の島袋までよろしくお願いします。ちゃんと名前言えし、はい、もう渋尽くしてるしさ、発行法とか言って、もうこの際だから言ってこの際だからね、はい、コマーシャルです。
さあお送りしておりますユンタンジャ出番ですよ。エンディングとなりましてですね、今日のゲストは私たちのね本当にこう読谷村のシンボルにもなっております沖縄残波岬ロイヤルホテルね、白亜の建物でございますけどもね、あれ残波岬ロイヤルホテルっていうのはあの上から見るとこう Y の字になって Y の字になってます ね、はい、俺びっくりしましたよ。はい、読谷の Y、 読谷の Y ですね勝手に言ったら怒られますけど僕はもう決めつけてますけど、はい、勝手に、まあ、島田さんが言うとちょっといろいろ問題が出ると思いますから、うん、私が勝手に言っておきましょうね、はい、あれはワイの文字です、はい、読谷のねシンボルとしてね、はい、僕はあの飛行機でね、このたまにこの内地から帰ってくるときに見るとね、はい、見えますね、あのワイの字を見ると、あ、読谷やしってね、いつも思いますね。見えますね、はい、ぜひね、皆さんも飛行機乗るときは、はい、我が読谷を、見ていただきたいなというふうに思います、はい、だから飛行機乗るときはね、だいたいこう帰るとき、まあ、もちろんこう風の関係でこう、はい、ね、あのやけな経由もあるんですけどやけな経由って言ったら怒られるさやもういとままぐるっとね回るときもありますけども、はいはい、まあ、だいたい夏場はね、はい、我々の東シナ海側を通るとき、はい、読谷を見えるときありますから、はい、夏帰るときは A 席をね、アルファベットの A の部分の、ね、席を取るとこう左手にこう見えますからね、はい、ぜひ海岸線を読谷の沖縄の、ね、唯一のこの長いロングビーチ見ていただきたいなと思います、はい、その突端に沖縄残波岬ロイヤルホテルが、はい、ございますのでね、はいはい、さあ、いろいろとこうお話をしてきましたけれども、はい、まあ、あのレストラン、まあ、それからこうグルメチケットとかね、はい、いろいろこうお話をしておりましたが、はい、あの居酒屋もあるらしいですね。そうですね、うん、あまり知らないのこれ。チュラ岬と言いまして、うん、あの、まあ、民謡酒場のような形で、はい、営業させていただいてるんですけども、はい、あの日替わりでですね、うん、地元の演者さん入れまして、はいはいはい、であの月曜日と水曜日は、うん、あの島唄ライブは定休日になってるんですけども、うん、はい、それ以外の日にはあの2ステージから1ステージ入れさせていただいてまして、はい、これはもう居酒屋だからこう単品メニューとか焼き鳥とかあんなもの注文したりとか。そうですね、あの普通に焼き鳥屋さんでながらちょっとご用意してないんですけどごめん、はい、あのゴーヤーチャンプルーですとか、あのそうめんチャンプルーですね。なるほど。あとまあミミガーですとかチーマーミ豆腐、ちょっと、はいはいはい、内地のお客さん結構ちょっと内地受けになるような感じのもので、はいはい、であとまあ麺類なんかも出してまして、うん、あの沖縄そばですとか、あとオリジナル塩ラーメンですとかですね。じゃちょっと飲んだ後に締めで、はい、締めたいなっていう方もおすすめですね。なるほどね。はいはいはい。営業時間は何時までなんですか？営業時間が、うん、20時から23時半になってまして、はい、23時半まで、23時のラストオーダーとなっております。なるほどなるほど、はい、また、うん、聞くとね、あのカラオケもさっきね、あの、はい、話出てましたけど、カラオケもございますね、うん、カラオケボックスがありまして、トライアングルと言います、うん、はい、こちらではあの選べる歌い放題プランというのを今ご提供してまして、はい、30分プランというのがソフトドリンク1杯ついて500円とかですね、うん、で60分プランで、アルコールソフトドリンクから2杯飲んで、小さいおつまみがついてお一人1500円ですとか、はい、結構リーズナブルなプランを出してますね。こんな言っちゃなんですけど、飲んで移動してからカラオケボックス食えるはいいね、絶対。そうですね、はい、館内で大体完結しますんで、ね、完結できるね、はい、あ、ぜひね、そういうプランもあるということでね、はい、カラオケボックスがあるっていうのはあまりね、多分皆さん知らないかもしれませんから ね、 そうですね、ぜひスタッフにねお声掛けいただいて、はい、あ、こんなの聞いたんだけどって、そういうプランもあるねみたいな感じで聞いていただければ ね、はい、ね、いいかなと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います、はい、お願いします。はい、さあ、ちょこっと先ほど話しましたが、先日4月の2日には残波ビーチも、はい、もう海開き終えましてね、はい、もう今日ぐらいの天気だったらもう泳いでもいいんじゃないかなと思いますけど、最高ですね、うん、はい、そういう意味ではあのマリン関係も、はい、結構残波岬ロイヤルホテルさんはアクティビティ充実しておりますが、はいはいはい、ちょっと島久さんのおすすめは、はい、おすすめはあのシュノーケルスクールですね、うん、こちらがあの4000円からやってまして、はいはい、あとシートレックって言いまして、シートレック、あのちょっとヘルメットのようなもの、ちょっとあの宇宙飛行士のような感じで、宇宙飛行士みたいな、はい、そういうのをかぶって、うんうんうん、海の中をこうゆっくり歩くという、はいはい、そういった体験もございます。こちらが7000円になってます、ね、これちなみにですね、あのシートレックってあの、はい、宇宙服みたいな、はい、あれあの海底を歩くという感じじゃないですか、はい、あれ海底歩くのいいんですけど、はい、あのー
どうやって上がるんですか？あのはしごがついてますので、はしごが、あの C ベースからはしごで降りてはしごで上がる。なるほどね、はい、俺よ俺今真面目に聞いてた今て、はい、あれ泳げる、はい、泳いで上に上がるのかなと、はい、あれ私歩いてるのいつもいるじゃないですか。そうです、上り下り見たことないので、はい、降りてずっとこうなるべく正面を見とかないとこう下から水が入ってきたりするんです。あ、そうなんだ、はい、あの空気でずっと押してますので あれ下閉まってないの？ここだけです、ね、開いてるの？はい、開いてます。あ、ちょっと経験してみたいですね、はい、そういうのね。ぜひ今度、へえ、はい、なるほどね。ほう、シートレック、ぜひ皆さん、あ、読谷でこんな経験ができますからね。そうですね、はい、ぜひ。あのこれはあのフロントあのレジャーデスクがございますので、そちらでご案内させていただいてます、うん、なるほど。またあの海以外にもちょっとフィールドの部分では、そうですね、テニスコートも8面ございますし、あと、まあ、ちょっと変わり種でセグウェイという乗り物がありまして、こちらの15分ですけども、ね、うん、お一人1500円でやってますんで、あ、じゃあこうちょっと経験してみたいな、体験してみたいなっていう方には OK だね。そうですね、まあ、あのリーズナブルな価格でお出しさせていただいてます、はい、ぜひご利用いただければと。あ、テニス場は宿泊客だけじゃなくて、はい、一般の方も、我々も外来から使える、はい、我々もって、私、はい、テニスじゃないんですけどね、一応ね、可能ですよ。そうなんですか、はい、あ、なるほどね。あ、でもじゃ あ, あのなんか、あ、なんていうの、そのもしラケット等をお持ちにならなくても、うん、そうそうそう、あの靴だけあの履いてていただければ大丈夫、はい、お一人1時間1000円で、うん、ボールとラケットもお貸ししてます。あ、そうなんだ、はい、あ、なるほどね。あ、でもね、そういう意味ではぜひ今後、ちょっと週末、はい、ね、スポーツをしに、そうです、ね、先ほどのゴーゴー残波で、はい、ね、宿泊しながらでもいいですし、はい、そういう、ね、体を動かすのもこれから夏は、ね、いいと思いますので、はい、ね、まあ、今の時期だったら、ね、まだこうテニスとかでも ね、 そうですね、十分、はい、ね、涼しいです、ね、はいはい、で夏ど真ん中入りましたらこうマリンレジャーに、はい、頑張っていただきたいなと思いますね、はい、お願いします。さあ、本当にもうたくさんごめんなさいね、もっともっとたくさんこう資料は山のように持ってきてますけども、いえいえいえ、もういっぱいいっぱいでございますが、はい、でもぜひまたこれからも機会にありましたらね、はい、あの時折もう一回出たから大丈夫でしょ。そうですね、もう余裕壊してる、はい、今、いえいえ、とんでもないです。試合に怒られました、ね、もう試合にね、どうぞって言ったらすぐ入れるぐらいになってるよ、もう、はい、もうだいぶ慣れてきました、もう、はい、岩下ジャニーぐらいまでぜひなっていただいてね、はい、気軽にこうね、ラジオにしていただいて、なんかご案内があるときはぜひ、はい、もう今日とか持ってきてください、はい、でまたあの次回からはね、はい、ちょっとあの慣れましたら、はい、そのカメラ目線も、あ、そうですね、がっつり、今日はもうずっと僕のところばっかり見てるので、まあ横側もいい男なので、ね、はい、あとであのこれ録画されてますから、自分で見てください、はい、かなり照れますよ、ね、はい、僕は大体見ないですというわけで今日はね、まあ、1時間にわたって、お話しさせていただきました、はい、今日の、ね、メニューも本当に盛りだくさんでございました。沖縄残波岬ロイヤルホテルから営業部営業課の島福さん来ていただきました。今日はどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。よろしくお願いします、はい、もうね、本当に営業の途中でありまして、まあ社員結構もらってきてるよね。はい、もうもちろんまあでも営業ですから、これも、はい、そうですね、あの電波に乗って、そうですよ、これだけの1時間も、はい、あの人前で喋って営業するって絶対にないと思いますよ、はい、ないです ね、 ね、はい、いい経験になりました。ありがとうございま す、はい、いますぜひこれからも、はい、どうぞよろしくお願いしたいと思います。よろしくお願いします、はい、じゃあ社員にもよろしく言っててください。ありがとうございました。ありがとうございました。今日のゲストは営業の島久さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、お送りしてきましたユンタンジャー出番ですよ。あ、もうね、なんか旅行に行った気分になりますね、こういうねホテルの話をしますとね。ぜひこれからハーヌイね、ございます。もちろんその前にゴールデンウィークもあります。ご家族で、お楽しみいただければと思います。沖縄残波岬ロイヤルホテルから、来ていただきました。それではまた明日この時間にお耳にかかりましょう。さよなら。Yeah.